背番号10番の、染谷和樹です。32歳です。よろしくお願いします。今ね、妻と夜ネットフリックスで ウォーキングテッド見てるんですよ。そうですね、まあ、新しい選手もたくさん入って、まあ、若い選手が多いんで、まあ、そういう選手たちも、だんだんアーセナルのサッカー、 J3 のサッカーに慣れてきて、まあ練習でも、まあ、非常にレベルの高い競争ができてるかなと思うし、まあ、試合、まあ、自分たちの良さは出し切れてない部分もありますけど、まあ、アーセナルらしさもできてる部分も多いですし、悪くないかなと思います。そうですね、まあ、監督からは、まあ、まあ自分の今までの経験や学んできたことを、まあ、今感じていることもそうですけど、まあ、若い選手たちや、まあ、チームメートとたくさん喋って、まあ、伝えてほしいっていうのを言われてるんで、まあ、そういうのは、まあ、今までよりも少し意識して、まあ、行うようにしてるというか、まあ、あとは、まあ、自分の場合、まあ、その言葉で言うっていうより、まあ、プレーで自分が本当走って戦って、そういうところで、まあ、若い選手たちにも、ついてきてほしいなと思う。菅井とは特に喋んないし。そうですね、まあ、まあ、昔はもっとなんか何も考えずに、若い頃はもうひたすらドリブルして先輩の選手からよく怒られてたんですけど、まあ、今はもっとなんか周りに考えるようになって、まあ、周り見れるようになってきたというか、まあ、まあ年も重ねてるんで、まあ、それ以外ドリブル以外にも、まあ、まずはやっぱりサッカーの基本である走って球際で戦って攻守の切り替えを早くするっていうのを、まあ、自分が先頭に立ってできるんじゃないかなと思ってます。基本的には変わってないですね、まあそのまあ、今でもドリブルで仕掛けること大好きですし、だけど、まあ、もっと、まあ、チームのために戦えるようになったかなと思います。だったら、いや、ほんまサッカーしかやってなかったからな、なんやろな。でも昔は、昔っていうか大学生の頃とかは洋服大好きなんで、服屋で働きたいなと思ったりも しましたね。いやいや、そんなおしゃれではないですけど、全然。どうなんすかね、やっぱサッカーやってんかったら何してたかな。プロボーラーでも目指したかもしれないですね。最高240ぐらいですかね。結構行きますよ、選手と。はい、富士まで、はい、ラウンドワンまで行きます。どれにしようかな。よし。苦手というかね、新加入のね、浜とか浜匠とか深井勇気とかってすげえ、多分サポーターの人とか真面目やと思ってると思うんですけど、真面目で頑張りやと思ってると思うんですけど、こいつらそうでもない、多分ないんですよね。多分結構先輩のこと舐めてるし、バカにしてる部分も多いんで、俺ちょっと徐々に感じてきてるんで、ちょっとずつ暴いていこうかなと思ってるんですけど、キャラを。あと藤原拓也がちょっといつもカッコつけすぎっすね。そうやっていくと一人一人なんかいろいろあるな。まあでも面白いやつばっかりですよ。そんなぐらいです。ありがとうございます。よし。
ああ。一番よくいるのはやっぱ不幸院ですかね。不幸院でもあいつ俺のことちょっと結構年離れてるんですけど結構舐めてるんですよね。あいつでもまあ可愛いやってまあ面白いやつなんで好きな選手でも A ちゃんも大好きですね。尊敬してますね。やっぱり A ちゃんのことを本当にああいう男は見たことなかったんで、もう毎日本当に勉強させてもらってます。あの人から真面目な話もうグラウンドで、最後倒れるぐらいまで、みんなで走りたいと思うんでぜひ明日がに試合を見に来てください。よろしくお願いします。走れ、焦る。